はいそれでは当研修の目的についてお話をしたいと思います。まず1つ目、ビジネスにおけるストーリーテリングの重要性と活用の仕方これをしっかり理解しようということなんですね。2つ目が、効果的なストーリーテリングの方法論とノウハウ、こちらを学び習得しようということです。そして3つ目です、ストーリーテリングを自身のビジネス、仕事に当てはめ、 問題解決や成果向上につなげていただくということです。要はこのストーリーテリング、この技術をしっかりあなたのビジネスにどう生かすのか、これをしっかりと深く理解いただいて、どのようにその力を高めていったらいいのか、これらを目的にするということでございます。それでは、この研修のゴールですね。一言で突き詰めて言うならば、この一言です。語りで人を動かせるようになる。 語りでで人を動かせるるよううになとということです例えば、営業担当者の方が、このストーリーテリングのスキルをしっかりと現場で活用することによって、当然、成果につなげていく。あとは、社内で企画を通すとき、あるいは企画を遂行するときなんかに、関係者によりスムーズに動いていただくために、ストーリーテリングをしっかり活用する。それができるようになる。高いレベルでできるようになるというのが、この 研修のゴールでございますじゃあそれではストーリーテリングとは何かこの概要から入っていきましょうでその前提としてこのお話から入っていきたいんですねアリストテレスまあ随分昔の偉人ですねこの方が素晴らしいコンセプトを提示してくださっているんです人を説得する3要素呼んでいるんですねこの三角形のところまず底辺見てみてください エトス、ねまあ、信頼というふうにね、まあ、ここでは訳されています。さらにこれ、よく中身を見てみると、若干意訳役になりますが、いわばビジネスに当てはめるならば、専門スキルのようなものだと思います。例えば、医者の言うことはやっぱりそのアドバイスはしっかり聞くんだけど、まあ素人の隣のお兄ちゃんのアドバイスはやっぱり真剣に聞かないじゃないですか、医者に比べてね。 そういう風なやっぱり専門スキルによる信頼。これが一つってことです。二つ目が三角形の左上です。ロジカルシンキングの領域、いわゆるロゴスなんていう風に言ってるんですね。まあこれはいいと思います。論理的にしっかりと正しいことを伝えるってことですね。そして今度はパトスという風に呼んでるんです。感情です。で、この感情にしっかり訴求するっていう、これが今回のストーリーテリング、この研修の 守備範囲、領域っていうことなんですね、まあ。いわばこの、もちろんエトスが前提になった上でロゴスとパトスがあるっていう風なんですね。これをしっかりと押さえよう。その中の右上を今回は扱おうということです。その下に書いてるように、正しいことを言えば人は動,か動くかというと、残念ながらそうとは限らないということです。なので、しっかりと感情に訴求し、心を動かす。そうすることで人に動いていただくと。 いうふうなものが、この研修のある意味別の角度からのもちろん目的ということでもあります。じゃあ、その心を動かす、感情に訴えかける3つのアプローチ、これをお話ししましょう。我々が長年、指導を通じて積み上げてきたですね、人を動かすそのためのアプローチ、えー、主にこの3つというふうに、ここでは定めています。 まず1つが一番上の物語物ワホ。2つ目が左下の紅葉のイメージ化。3つ目が心理技術ってことなんですねで。これらそれぞれ何なのかということは当然この後具体的に説明していきます。じゃあその前にここはまずはストーリーテリングとは何かというお話なんですね。なのでストーリーテリングの定義をしっかりと明確化しましょうということです。まずは図解で。 お示します、えー、我々はこのように講義のストーリーテリングと競技のストーリーテリングというふうに分けています。まずは競技のストーリーテリングからいきます。つい先ほどご覧いただいたこの3つの輪っかです。その一番上の物語和法。これが競技、狭い意味でのストーリーテリングです。世の中でストーリーテリングなんて言われたときに、パッと多くの人がイメージするのがこちらだと思います。例えば、 ハリウッド映画のね、えー、あのシナリオとか、あるいはおとき話の構成とかね、ヒーローズ・ジャーニーなんて言ったりします。まあ、例えばね、ヒーローズ・ジャーニーってこういうことなんですよ。えー、物語の主人公がこう試練にあって、そしてそれに頑張って立ち向かって乗り越えることによって一回り大きくなって帰還する、その一連の物語。 そこで使われている技術がストーリーテリングである。でそれをビジネスでもしっかり活用しましょうということなんです。ところが、これだけだとですね、ちょっとビジネスにおいては若干活用範囲が狭かったりするんですね。なので、我々はその外側、講義のストーリーテリングということで、広い意味でのストーリーテリングっていうふうに定めていて、で今回の研修ではもちろん全部このストーリーテリング、講義の中のものを扱いますが、当然、 競技のものもガイドがそれを扱っていこうということでございます。さあ、今申し上げた定義を言葉にしているのが次のページ、このページです。講義のストーリーテリングですね。単なる情報の羅列ではなく、話しての意図に沿って聞き手の感情を動かし、行動に駆り立てるための筋書きと語りということなんです。競技ですね。このように言語化しています。 登場人物物状況行動変化意味からなる物語を話すことで、聞きこのあとはですね、この講義と競技、両方出てきますから、特にどちらのことを指しているのかっていうのをちょっと意識しながら聞いていただくと、よりクリアに理解していって、そして使いやすくなると思いますから、ぜひね、こちらのをしっかりと押さえた上で、この後聞いていただければと思います。